コは三国の南脚離れて時期満州の赤い夕日に照らされて友はあの杖の石の下燃えなし木の大まで真っ先かけて突進し敵を散々暗したる勇士はここに眠れるか。ああ戦いの最中に隣におりしこの友がにわかに旗と倒れしよう我は思わず駆け寄りて軍律厳しき中なれどこれを見捨てておかりょうかしっかりせよと抱き起こし仮包帯も玉の中森から起こる突貫に友はよよ顔を上げ三国のためだ構わずに遅れを取るなと目に涙後に心は残れども残しちゃならぬこの体それじゃ行くよと別れたが長の別れとなったのか戦い済んで日が暮れて探しに戻る心ではどうか生きていてくれと物なに言えど願うたに虚しく消えし魂が国へ帰るポケットに時計ばかりがこちこちと動いているのは情けなや思えば去年船出して限界なだで手を握りなおなのおったが初めにてそれより後は一本のタバコも二人で分けて飲みついた手紙は見せ合って身の上話繰り返し肩を叩いて口うせにどうせ命はないものよ死んだら骨を頼むよと言い交わしたる二人仲思いもよらず我一人不思議に命ながらいて赤い夕日の満州に友のつかあなほろとはくまなく照らす月こよい心をしみじみ筆取りて友の最後こまごまと親ごい送るこの手紙筆の運びはつたないが安堵の影で親たちが読まるる心思いやり思わず落とすひとしずく思わず落とすひとしずく終わり何でごちゃりもちか。